こんばんは。やっほー。お待たせ。755に投稿しとこう。投稿。やっほー。今日はサムネイル公演でした。ありがとうございました。今日は VR 会員限定公演でしたけどね。うん。楽しい公演でした今日も。今日の公演はサムネイル公演に出るのが最後のメンバーが3人もいて、なんか寂しいなっていうのもありましたけど、すごいコールもたくさんしてもらえて楽しい公演でした。イエーイ。ねえ、私は最後はいつなんだろうって思って、終わりが近づいてるっていうのはすごい思いましたね。そう、エイトの日ですよ。それに今日は8月8日はエイトの日。今日出てたエイトのメンバーで、ルンバはねちょっと写真写れなかったけど、みんなで写真も撮れたのでよかったです。なんかこうやってみんなが8月8日にエイトの日だねってお祝いしてて、いいなってなりましたね。いいなって。電波大丈夫かな。ね、素敵。なんか本当にここ何年もずっと8月8日はコンサートをやらせてもらってたから、なんかないのが変な感じもします。去年のエイトの日は三里岡かピューロランドか、早い、1年前ね。お昼はサイリンの配信出てましたよ。一瞬朝一緒にレッスンやってて、ね、ピューロランド懐かしい、あれ1年前なんだって感じがします。すごいすごい懐かしい。なんかそれこそさ、あのピューロランドハッツがさ愛媛からバタバタで帰ってきてギリギリ出れたなみたいな思い出もあったり、あのコンサートが終わった後愛媛に行くの本当に緊張するみたいな話をミサとかハッツとかと話してて、で今日なんとハッツがね、ユミミールのチャンネルで、私がジョンマイラブで初日を迎えた日にお祝いしてくれたんですけど、あのサプライズでその時の動画をアップしてくれて、なんか懐かしく感じます、あの日々が。YouTube ぜひ見てください。夢見るでハツがね動画撮って作ってあげてくれたんだけど、8分くらい作ってくれる。すごい、本当になんか改めてわざわざ来てくれて本当に嬉しかったなって。自腹で自腹でですよ、愛媛まで遠くまで本当に全く気づかなくって、あんなに近くにいるとは思わなくって全く気づかなかったんですよ。わかんない、でもあの時まだあんまり劇場に行ってる回数がそんな少なかったから、スタッフさんとかの名前とか顔とかあんまりまだ覚えてない時だったからあんた気づかなかったけど、今だったら気づいちゃうかもしれない。もうどこに
どのスタッフさんがいてみたいな、顔名前を全部覚えてるから。あの時はでも本当に気づかなくって全部見られてたんだって。やばくない？ハッツわざわざ来てくれたんだよ、すごいよね。なんて優しいんだ、優しすぎる。ね、完璧な変装だったね。愛媛での日々を思い出してすごい懐かしくなっちゃいましたね。夢だったみたい、本当に今考えるとすごく楽しい日々でした。早くまた坊ちゃん劇場さんに遊びに行きたいですね。ちゃんとお礼をね、言いにまたお邪魔しに行きたいなって思います。今も加納が絶賛舞台で会ってるナウなので、皆さんも愛媛県の坊ちゃん劇場に遊びに行ってください。ぜひぜひ。夢見るのチャンネルで2度目のドッキリでした毎回される側、私ドッキリ。楽しかったです本当に。ぜひ本当にもうあのネタバラシの瞬間涙が出そうでした。ずっとさ、なんかルンバはすごい本当にお世話しに来てくれて、たくさん稽古中もいっぱい、あここはこうだよっていうのを教えてくれたりとか、リハの時もたくさん客席で見てくれたりしてて、お世話してくれてて、ね、本当に心強かったんだけど、なんかずっと、はあ、不安だな不安だなって一人でこうなってたからさ、まさか仲良しのハッツがメンバーがここで来てくれるなんて思っても見てなかったから、すごく嬉しかったです、ね、あのドッキリ大成功初日おめでとうみたいな紙はずっと、いやもう千秋楽までずっとね、あの劇場の裏に貼ってあったんですよ。実は誰が貼ってくださったのか分かんないけど、なんか改めて本当にたくさんご協力いただいた劇場のスタッフさん方にもね感謝ですね。もうキャストさんもそうだけど、皆さんがとってもあったかかったんだなっていうのをまた思い出し動画でしたね。すごい、うん、るんちゃんもグルだったね。それな、まんまとはめられました。そうなんですよ、なんか他のキャストさんもう何人か知っててハッツがいるっていうのだから、あのそれこそリサさんとか鈴木リサさんとかも知ってたから、え知ってんのみたいな、そういろんな驚きもありましたね。うん、ハッツに会ったのも久しぶりだったから感動の瞬間でした。一番のあの動画の私の面白ポイントは、あの私の劇場入りの瞬間ですもう誰かわからないくらいの怪しい、私も変装してるのかなってくらいの怪しい、この
予想入れ劇場入りした、あの変なアングルのあそこが一番のポイントです。めっちゃフードをかぶって帽子かぶってマスクにみたいな感じだった。楽しかったですね。大変な中編集してくれたハッツにも感謝です。ありがとう。今日は髪をブリーチして初めての公演でしたけど、どうですか。今日はもう下ろそうか髪をアップにしようかすごい悩んだんですけど、とりあえず染めたばっかりだから下ろすことにしました。ちょっと前髪切ろうかな、そろそろ長い。両耳かけ珍しい、私絶対髪を下ろすときこっち側しか耳かけないんだけど、今日は珍しく両耳かけにしました。で、外はね、じゃーん、色落ち早くもしてきて、もうミルクティーみたいになった。でも私がすごいイメージしてたのはこういうカラーだったんですよ。で美容師さんが最初ピンク系を入れて、そっからミルクティーとかに綺麗に色落ちするよっていう風に入れてくれたので、すごい綺麗。眉毛染めてない、眉毛染めたいなって思い中。でも今そんなでもない。え、めっちゃいい、本当にお気に入り、染めてよかったって思いました。似合う、こんなに自分にハイトーンが似合うと思ってなかった、最高自画自賛ね。めっちゃ似合うよね、意味わからんくらい似合う意味わからんくらい似合います。染めてよかったわ、いや、じゃーん、ありがとう、ありがとう。髪もね、ちょっといい感じに伸びてきました。順調です。あ、そう、ミスさんもね、水色にしてましたよ、そういえば。私とハッツで2どんな感じの色がいいかなみたいな相談来て、染めた日もすぐ私たち2人に写真送ってきて、で昨日もミサと会ったんだけど、いっぱいお写真を撮りましたね。水色のすごいイメージだからミス似合ってた、いい色だった、綺麗に入ってて。なんかまた同じようなタイミングで2人とも髪染めてたまたまですよ。十分経過しました。卒
業時髪の毛は切んない予定です。今のところは、今のところは伸ばそうかなって思ってます。伸ばし中。急に切りたくなるかもしれないけど、わかんない。本当に私の気分。うわ、でもさ、この髪色のボブもめっちゃ可愛いよね。私ボブ大好きだから。でも卒業の時はね、ストレスをね、切れるかなと思ってるからドレス着るはまあ悩むけど、一旦伸ばそうかなと思ってます。一旦ね。でも今ちょっと髪の毛軽くしたいなと思い中、減らしたい量。卒業したら髪切ろっかな、ボブに。金髪ボブ。伸びたな。だって切った時このくらいだったでしょ。私ボブにした時ちょちょ伸びました。でも今の長さがめっちゃいいと思うんだよね。いや、もうちょっと長いくらい、この鎖骨くらいが。うわ、9月までどのくらい伸びるか、あと1ヶ月くらいでどのくらい伸びるか。伸びてもこのくらいかな。一旦伸ばす、一旦伸ばす。あ、そう、ハッツみたいなショートもしたいんだよ。あれはアイドルやめてからかな、卒業してから。今日は劇場公演、お弁当がサムギョプサルでした。メンバーみんな食べてたお弁当のゴミ回収、お弁当回収しますって時になくなってゼロになってたから、みんな食べてた。美味しかったです。お腹空いちゃうな、この時間。今インスタの投稿の下書きが6個ぐらい溜まってますTikTok の投稿も下書きがもうめっちゃ溜まってるし、 Twitter にも、あ、この写真載せたいなみたいなのがいっぱい溜まってる。下書き溜めがち人間。まあでもね、こっからですよ。やっといろいろ落ち着いたからね、からです。ここからどんどん SNS 活発になると思うから、お楽しみに。コンサート公演と終わったから、眠たい。
いえ。眠すぎて朝のレッスンから公演まで時間があったので寝ました。それだけ。私早くファイナルコンサートの映像見たい。まだ見てないから。ナルタオチャンネルの配信もまだ見てない。キャプテンが瀬戸利を語ったという配信も見たいのにまだ見てない。どっちも早く見たい。明日絶対見る。明日何回って感じ。明日絶対見る。ゆっくり見る。楽しみ。1時間40分あるんだ。お、分かった。分かった。ゆっくり見ます。すごい髪色してるし。そう、でもどうなんだろう。これパッて見たらすごい派手なんかな。もう麻痺。わかんない。でもメンバー今日公演出てたらオカリナとめっちゃ髪色似てた。裏側も出すらしい。本当？映像撮ってたもん。マネさんが。楽しみ。瀬戸利の重いキャプテンから、あ、なんかなんとなくというか、と本番のほんと数日前の最終通しリハとかでなんとなく、楽しみ。そう、オカリナとめっちゃ似てた髪色。いえ、これくらい派手な人いないか。目立てていい。かわいい髪色。もう困っちゃう。髪色かわいすぎて。どういうこと。本当にもうありがとう。でもこっからどんどんもっと派手になっちゃうんだってさ、楽しみだ。ほほい。うわ、ありがとうございます。ね、もうミスターの卒業公演なんて考えたくないよ。もういなくなっちゃうみんな。どういうこと。やだね、もうすぐじゃん。実感がないです。本当にあの人まだいると思う。まだやめないっていうか、まだいると思う。まだいると思います。いないんですけど。でもなんかミスターとか仲良すぎてね、卒業しても合いそうだから、なんかそんな感じね、実感が湧かないんだろうけど、でもやっぱりステージに一緒に立てるのはもう最後というか、もう二度とないんだなって思うとね、寂しいですけどね。ね、すぐ自分が来そう。もう来るよ。もう1ヶ月。ですもん。なんか
最後の日まで楽しみましょう。ウェイイエーイ。ね、早くそれな、卒業日ってマジでいつなん私てか、ちょっと今圧をというか、いつですかねっていうには決めてる最中。やっとです。早く決めてみんなに言いたい。マッチで何にも決まってなくさすぎて本当にすまんですな私も全く何にも、そう何にも決まってないの。本当に卒業するんかってくらい、卒業公演の日程も何にも、公演の詳細が何も決まってないから、本当になんかまだ言えないから隠してるとかじゃなくて、ガチで何も決まってないから、早めに決めて。本当に分かってます、皆さんがね、早ければ早い方がいいな、そりゃそうですよね。本当に早く言います早く言います。まあでもそろそろ決まるかなと思う感じ。9月です。まあバタバタだよね、卒業するメンバーが多すぎて。イエーイ。まあ楽しもう最後までイエーイ。今日はお昼は冷製パスタを食べました。でも夜のお弁当がサムギョプサルだと知ってたので、もうパスタ、朝からずっと何も食べてなかったけどパスタだけ食べて、今日の私は冷製パスタとサムギョプサルでできていますいえかき氷食べたい。最近の私ずっと。大丸残念ながら行けなかったです結局。本当に絶対どっかで行けるかなと思ってたけど結局行けなかった。それが。唯一の悲しみ。かき氷食べたい。お店のこんな大きいかき氷を食べたい。でもあんな大きいかき氷なんか食べれるかな食べれるかなみたいな心配もあるけどね。衣装店見に行きたかった。大丸オンライン衣装店なんだってなんだってすごい。
皆さん行きましたか、大丸さん。なんかメンバーとかが衣装店行って写真撮ってきてたの、写真撮ったのを載せてるのを見て楽しんでました。あのドレス、卒業ドレスのとことかすごい見たかったな。サインも書いてきたかったけど無理だった。結局道がちょっとずれてたらいけ、一番忙しい時期でした。確かにメンバーと会えちゃいそうだよ、衣装店行ったらすごい行ってるから。うん、ねえ、なんかああやって飾られてるのを見るとよりなんか普段こうやって衣装着させてもらってるのがありがたいことなんだなって思いますね。うん、AKB 辞めたらAKB の衣装を着れなくなっちゃうのが一番悲しい一番それが本当に悲しいですね。あんなに可愛い衣装、いや本当にすごいよね。近くで見れば見るほど細かいところまで作り込まれていて、本当に衣装さんの方々の技術が素晴らしいな。技術もですし、一つ一つの細かな思いが素晴らしいなって思いますよね。うん、エイトのね衣装も飾ってあったよね。いや本当にすごいよ、すごい、感動しちゃいますね。青チェックね、懐かしいね。ミートの衣装もたくさん、すごい、あのおされさんの衣装の中に吉田カレンって書かれた私の衣装があるんだって思うとすごい感動ですね。私の衣装何個あるんだろう。
考えたことなかったけど、青チェックと、あとあのよく恋のお縄の時のあの衣装と、あと白ベースの水色のお花の花びらのパーって乗ったやつと、あとなんだろう、あーでもいっぱい、エイトの衣装がいっぱいあるもんね。あれ、あのファステルのスポーティーのやつでしょ、グレーのやつ、桜チェック、アドレナリン、そうアドレナリン、あんまり着る機会っていうか1回くらいしか着てないんじゃないって感じ。あと夢のルート、あとなんだろう、え見て変な数え方してんだけど私8個？あのグレーのやつ、あのピンクのやつの方もあったわ。すごい、こうやって考えるとやばっ、やばいんだけどやばいんだけど、うん、蜂の巣ダンスはないですね。せんまつだけ、え、天の尺バッタとかってあれって全員分あるんだっけ。いや、ある気がする、だって MV 撮ったもんね。え、 10個、え、すごい、なんかでもなんかありそう、もう一個くらい。でもこうやって考えるとすごすぎる、やばやばいね。すごい、あのおされさんの膨大な衣装の中に吉田カレンって書かれた私のために作られた衣装が10着もあるって考えね、着れなくな、これ卒業して着れなくなっちゃうのは寂しいけどさ、またいつかこれから AKB としてね、まだ頑張っていかれる先輩方や後輩のメンバーの子たちが私の衣装を着てステージに立ったり生地心でね、こと着たりとかするのかなって考えたら、なんか活動のね、その衣装でもすごい刻まれた感がありますね。うん、やばいね。そう、衣装のこの背中のタグのところに吉田カレンって書かれてる。嬉しい嬉しい、卒業レストレスね、何にも決まってみなさんがどんな反応かな。天の尺バッタの衣装を MV の時しか着てない気がする。どこかで着たっけ、あの衣装。結構ね、もうあの衣装1回ぐらいしか着てなくないみたいな衣装割とねありますね。逆に桜チェックとか、あのグレーのねチェックの衣装とか、青チェックとかは何回も何回もね、
どこに行っても着てたから。あ、ハッツのね、そう、本当にハッツの卒業ドレス。そんなことはあんまないんですけどね、直前まで直してらっしゃいましたね、一生さんが。本番直前にやっと直しが届いて。今日はあのこの前福岡でチーム4のみんなにお土産を買おうと思ってお土産買ってたんですけど、ずっと持っていけず、今日やっと公演の時に持っていきました。差し入れ。スクショタイム。今日はおメイクバッチリなので。あ、なんか博多チョコパイ王みたいなお菓子、チョコのあまおのお菓子を出しました。お菓子、イエーイ。かわいいこの髪の毛かわいい。メイトの日メイトの日、黄色の日です。ここから ね、みんなネイル黄色にしてた。笑った。イエーイ。ありがとう。ありがとう。今日もぐっすり眠れそうですやっとなんかゆっくりなれるかも。コンサート終わってからも結構毎日早起き続けてた。ゆっくり寝れるかも
ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます。じゃあもうそろそろ日付をね、越しそうなので終わりましょうかね。ランキングを最後に。13位ひでじろさん、12位オニオンナイトさん、11位ポムさん、10位ナーニャ神推しさん、9位あきふみさん、8位天津風さん、7位関西ゆうとしさん、6位ももじさん、5位スーさん、4位トリオエジさん、3位ジャイングさん、2位タートシさん、1位ももかんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。